あなたの初恋がまどかさんなんだと思ったらなんかムカついてモヤモヤしてどうにかしなきゃって初恋まどかさんが僕のえち違うのまどかさんのことを好きになった覚えなんてないがででもだって昨日昨日変な質問のあと様子がおかしいと思っていたらそんな勘違いをしてたのか君ってやつは 基本スペックは悪くないはずなのに肝心なとこでポンコツになるよな。